シュナウザータクトのアジリティ日記。アジリティに挑戦しているタクトとヨシさんの成長過程をお届けしています。2月に行われた競技会ではクリーンランができませんでした。その後失敗したところを反省しつつ日々の練習。今回は3月に開催された競技会の模様をお届けします。果たしてタクトとヨシさんはクリーンランできるのか。ドッグアジリティって何？と思っている皆さんもいると思うので、簡単に説明すると、指示する人間と犬が息をぴったり合わせて、コース上に置かれたハードル、トンネル、シーソーなどの障害物を定められた時間内に着実に次々とクリアしていく競技です。わかりやすく言うと、障害馬術競技の犬版、いわば犬の障害物競争です。3年前からアジリティの練習を始めたタクト。ここまでの道のりは決して楽ではありませんでした。日々の練習でそれぞれの障害ができるようになり、コースの練習もしてきました。現在タクトがレッスンを受けているピーナッツフィールド。ここピーナッツフィールドは自然に囲まれた環境でアジリティを楽しめます。レッスンしていただける先生もその子に合わせて指導してくれるので安心です。今日は神奈川でアジリティの大会です。頑張ろうね。前回ねちょっとねダメだったんで、今回頑張ります。じゃあ出発します。朝早いけどね、頑張っていきましょう。今、東扇島東公園向かってます。今日はねタクトのアジリティの大会です。まあ、日はまだね太陽昇ってませんが、今ね向かってます。いや前回がねちょっとね残念な結果に終わってしまいまして、アジリティは失格、ジャンピングはね一応最後まで走り切りましたが、クリーンランとはいきませんでした。今回はねその反省点も踏まえて、慌てないってことですね。前回ねアジリティの方はねスタートは良かったんですけども、一度スラロームでね失敗した時に立て直しの仕方、これがやっぱりまずかったなと後で反省しました。はい、どうしてもね失敗した時に失敗しちゃったっていう感じで、次のね気持ちの切り替えがすぐしないと、やっぱり一緒に犬と落ち込んでダメダメダメみたいな形になってしまうので、そこがね前回の失敗点だと思うので、今回はねそれを気をつけて慌てず落ち着いてねやっていきたいと思います。ということで駐車場に到着しました。これからねテントの設営したいと思います。会場に向かいます。はい、ワンズ。はい、じゃあ行こうか。会場ね、じゃあタクト行こう。はい、チビタちゃんも行こう。神奈川北スーパードッグトレーナーズクラブアジリティ競技会、神奈川県川崎市で3月6日に開催。会場につきテント設営は無事完了。テント建て終わりました。無事ね、だいぶ何回目ね、久美さんがねテント建てるの上手なんで、手際よくテントが建てられるようになりました。カノンとアルトは今日は応援です。途中ねおやつ食べながらゆっくりしてください。タクトは今日ね、アジリティ大会なんで頑張りましょう、一緒にね。
今日ね、今ねスケジュール見たらお昼ぐらいからのスタートです。まずは最初ジャンピングからのスタートね、その後アジリティになります。アジリティ競技会は競技レベル、犬の体高、障害の種類などにより部門別に行われます。また難易度の違いで1度、2度、3度のコースが設定されます。競技は2回出走で、シーソーや A フレーム、ウォークなどを含む AG と含まない JP に分かれます。タクトはスモールの1度に出場します。はい、ちょっとね、競技前ちょっとお散歩して気分転換します。いやいや、ここはね景色がいいですよね。船がね行き交うんで、テンション上げてきます。ういういタクトはボールが好きなんで、少しねこのボールでテンション上げていきます。ういイエルコーおいナチケーチジャンピングスタート。続きましてゼッケン番号160、県名タクト、指導士松山さんです。快調なスタートを切るも、タイヤの後のトンネルを1回で入らず、リズムを崩し、スラロームの最初も抜けてしまいました。落ち着いてやり直したものの、ここで集中が少し切れてしまいました。最後までなんとか走り抜きました。ただいまの記録49秒28です。はい、ということで今ジャンピングが終わりました。はい、ちょっとね残念な結果になったんですが、まあ理由としては、トンネルの入り口のところでなんか今日はあんまり乗り気じゃなかったのか、番号札のにねちょっと行ってしまって、はい、まあ、そこからちょっとね、リズムを崩して、ちょっとスラロームも1回ミスしたりとかあったんですけど、まあ、とりあえず完走はしました。はい、まあなかなかね、難しいんで、いい時も悪い時もあるので、はい、でもタクトはね楽しんでやってたんで、はい、それは良かったと思います。はい、アジリティスタート。いつも止まったことがないウォークでなぜかスピードダウン。ここで少しリズムを崩してしまいました。最初のトンネルも別のトンネルに行きそうになり軌道修正。ここから焦って一つ一つ障害のミスを重ねてしまいます。最後は制限時間をギリギリオーバーして失格。はい、今ねアジリティの競技終わったんですが、残念ながらリミットタイムをオーバーしてしまいました。多分ね1秒ぐらいだと思うんですけどね、ちょうどゴールする直前ぐらいでかな、はい、時間ですって言われたんで、あもうこれダメだと思いましたけど、はい、ちょっとねやっぱね場の雰囲気に飲まれちゃったのかなと思いました。なんでいつもできてることがやっぱり
できなくなっちゃったっていうのがまあ一番のねアジリティの原因かなと思います。はい、最初のねウォークのところからのんびりだったので、その後ねウォークの後も、それぞれねトンネルとか、スラロームとかね、それぞれにちょっとずつミスが積み重なってでタイムオーバーになりましたね。はい、お友達がタクトの走っているところを写真で撮ってくれました。ありがとうございます。真剣に走っていますね。競技も終わったということで、これで番組を終わりたいと思います。これからもね、タクト、カノンのアジリティ企画、はい、これからも追ってきますので応援よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。